皆さん、こんにちは。ジャズギタリストのジョーセンです。今回のジャズグルーヴはですね、ズバリジャズギターでベースラインを作る。まあ一概にベースラインと、言っても、まあね、ベーシストが作るその細かいハーモニー、まあどっしりとした感じに、まあなるべく近づけるという、ただ効果的に、なるべくこうなんていうんですかね、音数を増やさずにですね、効果的に、弾いていこうではないかと、コードも織り交ぜながらちょっとこう上パス風にも、弾ければいいなと思っております。そこでまず基本となるのが、まあ今回ブルースをね題材にしちょっと弾いていきたいんですけども、ブルース基本的にはコードもう全部セブンスで成り立ってますね。まあ基本的にはセブンスなので、そのセブンスのコードに対するベースラインのアプローチ、を考えていくわけなんですけども、そうですね、とりあえずベースラインというとですね、やっぱドミソシ、まあいわゆるこうになるんですけども、これは今割とこう1度3度5度、まあ割とすごくなんでしょうね、アルペジオを組み合わせた、もちろんこれで一つの形にはなってるんですけども、もっとね効果的にですね、割と楽にというかですね、ジャズギター、まあ、コードを混ぜていくというかですね、そのコードとの折り合いをつける、コードと割とこうなってる、ベースが鳴ってるなっていうのが効果的にやるにはですね、まあ半音階っていうのが割と大事でですね、半音を利用していくっていうのが積極的にですね、でまずこういうイメージを作ってください。ワンツーワンツースリーフォで、これ何を弾いてるかっていうと、まあ単純にその F7 のコードを半音下行って戻ってるだけです。で、この基本の形をまず練習していただいて、まあ覚えてもらうということが大事です。で、これ別に半音上でも構いません。で、これが重要になってきます。基本になるんですけども、でこの後にこれを音を埋めていくと、一つ音を足していくわけですね。この F7 スからの間に音が隙間一つあるので、ここをこうなってくるとどうです。いよいよベースラインっぽくちょっとなっていくわけですね。それでこれ何かっていうと、要はまあ半音階使ってるだけなんですね。この B フラットに行くための半音上の B の音だったり、まあもしくは A の音を使っても構いません。でそこでこう考えると、つなげていくとですね、で次も F7 に行きたいわけなんで、半音下の E がまあ近いわけですですね。なので、
中までもう結構行っちゃったんですけど、容量は全部同じになってきます。その向かっていくコードの半音下だったり半音上の、音をね、入れていくという、まあ今ちょっと簡単にやったんですけども、かなり練習は必要になってくるんですけども、そのちょっと上パスっぽく、ベースラインを作るにはこういう風なやり方が一番まあ手っ取り早いのかなと思っております。まあ一応ちょっとノリも含めてですね、一応ちょっともう鳴らしてやってみましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォスイングさせるっていうことに、意識を置けるぐらいですね、そのベースのラインを作って練習するっていうことはすごく大切ですね。で、作るというとですね、まあ今はね半音階を利用しただけなんですけど、まあ、もちろんこれすごくこう効果的にそれっぽく聞かせることができる一つのアイデアだと思うんですけども、まああとはですね、純粋にF7 だったり7のその形を作っちゃうわけですね。形で、まあ7だったらまあこういうふうなラインを引く、自分の中でこうドミソし、作るパズルのピースみたいにですね、一つ一つこう作っといて、それをその場で組み合わせていくっていうことができるようになるのも一つ面白いかと思います。まあ一つ僕がよく使うパターンとして、ブルースの冒頭最初の、まあ、2小節、合わせてですね、この B フラットセカンドに行く時の、まあ、ラインで僕が割と好きなのがですね、こういうフレーズがあります。このラインですね。まあこういうラインで、これね、皆さんあんまりこう気になさってないというか、まあ僕すごく気にしているのが、このコード進行の流れとしてベースラインでも、こういう流れですね。これ皆さんこう F7 弾いて B フラット7一小節弾いて F7 に戻ると思うんですけど、その戻る時にしてるわけですね。で、この C に落ちたことをまあいいことにというかカッコつけてですね、そのままここもしれっと C マイナーっぽくですね、まあいわゆる C マイナーセブンス
ビーフガットセブンスに崇拝をしましたよみたいな感じでですね弾くと、かなりそれっぽく弾ける。ベースラインはね、一つ半音階を利用して弾いていくっていうのはそれっぽくなると思います。いかがだったですかね。ベースラインの、まあ、それっぽく、ベースラインをギターで弾くということを今日はね、レクチャーさせていただきました。動画の方気に入ったらですね、何かお役に立てたり、気に入っていただけたら、いつものようにですね、チャンネル登録のものもよろしくお願いいたします。ジャズギタリストの乗船でございました。